オロン、お帰りなさい。ずいぶん疲れているようね。ホローエリアってそんなに大変なところなの？お人よしさんは。あら、キリト、これは何？鳥の羽？これ一つだけじゃ作れないけれど。
ここなんか足元が安定しないのね。それでどこにいるの？巣の中には卵やヒナがいるんでしょうね。できれば殺したくない。落ちている羽だけ回収できるかしら。よかった。じゃあなるべく静かに行きましょう。十分。それにしてもたくさん巣があるのね。それじゃあ急ぎましょう。なるべく傷がついていなくて少し柔らかめの羽を選んでちょうだい。何？キリト、あれは親鳥が戻ってきたの？どうしよう、逃げた方がいい。わかった。それじゃなるべく動かずに、じっとしていましょう。いいわよ、ここで。
わかった。大きな虫の死骸を持たされるとは思わなかったわ。それはそうだけど。十分。あとは弓の鶴なんだけど。ありがとう。また虫を持たされたら大変だものね。
ちょっといいかな。よし、ちょっといいか。大きな声出さなくても聞こえてるわよ。植物のつるよね。これを弓に。ちょっと待って。この長さだと無理だけど。それにしても奇妙な植物ね。どこに生えてるの？待って、取ってくるって言ってもあんまり適当だと使えないわ。太さとか長さとか羽もそうだったけど、ある程度は選別しないといけないの。だから一緒に行きましょう。私が行けばちゃんと選べるから。
これでも少しは強くなってるんだから心配しないで。何？